はいどうも、こんにちは、クレイです。というわけで、今回は、ガチオーダー紹介&爆速育成方法解説をやっていきたいと思います。はい、というわけでございまして、まあ、サムネあったりね、タイトルとかにももうすでに書いてると思うんですが、ついにですね、スプリッツ8万突破することに成功いたしました。まあ、今ですね、経験値 1.8 倍というところが調子くんの宿題で選べて、かつ特訓 1.5 倍もね、2100万ダウンロードというところで来ていて、本当に育成のチャンスかなと思います。で、まあ、僕自身も今そのね、育成のチャンスをうまく使って、一気にスプリッツの方をアップさせることに成功したので、まあ、今回はですね、そんな今やるべき爆速育成方法の解説とスピリッツ8万オーダーですねの公開をして、一本のね動画にしたいなと思います。ということで、まあ、今回の動画はねもうひたすら喋るだけの動画になると思うんですが、ぜひ最後まで楽しんでいただければというふうに思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございまして、まずはですね、爆速育成方法の解説からやっていきたいと思うんですけれども、ガチオーダーの紹介動画であったりとか、また最近ね、獲得した選手をリアタイで使うみたいな動画ね、撮ったりすることも多いかなと思うんですけど、まあ、その動画のコメントとかでね、どうしてそんなに育成早いんですかって質問をいただくことが非常に多いです。といったところで、もうこの育成方法の解説やっていきたいと思うんですけど、前提として、無課金と課金税では、スピードに本当に大きく差が出ます。まあ、これはね、もうどうしても出てしまうものなんで、そこはもう認識していただきたいなというふうに思います。ではもう皆さんご存知だと思いますが、僕も無課金アカウントやっておりまして、そっちでね契約書を最近引いて、そこで S ランクの柳田選手とか手に入れましたけれども、そっちに関してはまだ30レベルぐらいだったりもするので、まあ本当に育成にはかなり時間がかかります。まあやっぱり根本的にね、課金税の試合にエナジーを使うこともできますが、無課金は基本的に自然回復になるというところで当然差が出ますよねというお話です。ただまあ今回は課金目線の部分と無課金目線というところそれぞれ解説したいなというふうに思いますので、まあ自分のプレイスタイルに合わせてここに関してはね噛み砕いてみていただければ嬉しいかなというふうに思います。はい、ということでまずはちょっと共通の話からしていきたいかなというふうに思うんですけど、共通の話で言うとやっぱりここですね。はい、調子くんの宿題等々のミニイベでの経験値アップ、これが非常に重要になります。今ですね獲得経験値 1.8 倍というところまで、皆さんもう行ってるかなというふうに思うんですけど、まあ、システム的にはこの調子くんの宿題であれば毎日2個ねミッションクリアして、得点を受け取っていくというような流れになっているかなというふうには思うんですけど、大体もう皆さんねこの経験値 1.8 倍のところまではいけてるんじゃないかなというふうに思います。まあ僕はちょっとサボってる部分があって、この経験値って8倍までとりあえず行けばいいやと思ってメインアカウントやってたんですけど、まあ最低でも育成のことを考えたらここはしっかりやりたいよねっていうラインです。でまあちょっとこれ育成の話とはずれる話にもなっちゃうんですけど、無課金の方であれば日によっては経験値じゃなくて契約書を選んだりとか、スタミナ回復選ぶのも全然 OK かなというふうに思います。今日はちょっとなかなかね自然回復でもスタミナ使えないなっていう人が、どうしてもねあるとは思うんで、そういった日とかに関してはまあプレゼント受け取ったり選手契約書を受け取って、パッとね済ませてしまうっていうのも全然 OK だと思うんですけど、まあ基本的には経験値を選ぶのがおすすめにはなるかなというふうに思います。はい、で続いて課金税に向けてのね育成方法のお話からしていきたいと思うんですけれども、今回は最速で育成する方法を改めて解説したいなというふうに思います。まあそれが何かというとこちら、はい、V ロード星8全敗戦法でございます。まあ今僕の戦績見ていただいたら分かると思うんですけれども、 V ロード星8で0勝24敗0分けというね、悲惨な成績になっております。ただこれはあえてやってるんですよね。これどういうことかっていうと、経験値は V ロードの星が高ければ高いほど多くもらえるシステムになっていて、 V ロード星8の場合は多分経験値 1.8 倍にしている今であれば210から230ぐらいもらえるんじゃないかな。ちょっと一試合やりましょうか。もっともらえたわ。 V ロード星8であれば経験値 1.8 倍の今270もらえますね。ただしまあその分当然ながら相手のスピリッツをね、星8はやっぱり高くて、勝ちながら育成するってなると本当にきついんですよね。だいたい今であればまあ7万とか7万1000とかねオーダー出さないと星8では勝てないっていう状況になります。ってなるとオーダーがねかなり育成しづらくなってくるという感じになると思うんですが、まあ今回紹介するこの方法は勝ちよりも育成を優先して効率化していくっていう方法でございます。これさらに具体的に言うと、今僕の通常オーダーがこんな感じになっておりまして、今こうやって育成をしているんですけど、このオーダーの組み方としては育成したい選手と B ランクの選手でオーダーを埋めてます。はい、でもう負け前提なんで、もう全然ポジションとかも気にしてません。なんでキャッチャーに周東選手入れたりとか、まあ、ファーストに小園選手入れたりとか、もうめちゃめちゃにやってます。でこれをですねひたすらまあ育成をしていって、でこの B ランクたちどうするかっていうと、これがレベルマックスになりますよね。レベルマックスになったらこのストック経験値変換でこうやって今レベルマックス何体か溜まってますけれども、こんな感じで一気に変換すると、そうすると今手持ちにある B ランクレベルマックスだけで4万4000の経験値になるので、これだいたい A ランク1枚分ぐらいかな、 A ランクをレベル60に持っていく分ぐらいの経験値がこれで稼げるというところでございます。てな感じでですね、まあ、こんな感じでオーダーで普通に育てたい選手も育成しつつ、まあ、さらにストック経験値でねプラスアルファで足していくとかなり育成効率は上がるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとは今後ね例えば TS とかで欲しい選手が出た時に獲得してすぐ育成するっていうためにもね、ここで経験値貯めておくっていうのはね、課金税の方は今やっておくタイミングかなというふうに思います。まあ、当然ながらこのやり方に関してはねデメリットありま
して、やっぱり日本一の達成回数っていうところが全然増えません。まあこれをやってることもあって、僕も星8はそんなにね、達成回数多くないです。62回っていう達成回数なんですけど、まあそこでの報酬がね、なかなかもらいづらかったりとか、あとは V ロードの報酬なし、ストーブリーグも当然勝ってないのでもらえないですし、日本一達成での15エナジーとかっていうところも当然ないです。なのでやっぱり無課金にはきつい戦法になるかなと思います。ただ、ハイ課金の方々はですね、これを結構通常の経験値の時もやってる方が非常に多いですね。まあそれぐらい、育成効率的にはかなりこれが一番圧倒的に早い、やり方になります。で、まあ美課金勢でもね、このやり方はちょっとためらうとは思うんですけど、経験値 1.8 倍プラス特訓 1.5 倍がダブルできてる今であれば、まあまあやるのもありなのかなっていうふうには思ってます。もちろんこの美課金っていうラインもね、具体的にいくらからいくらまでが美課金ってのも決まってるわけではないので、なかなか表現難しいんですけど、まあ本当に育成したい選手がたくさんいるとかっていう状況であれば、全然今ねこのやり方やっても OK かなっていうふうに思います。まあやっぱり何のゲームでもそうだと思うんですけど、育成進まないとね、なかなかモチベきついじゃないですか。まあ選手手に入れてもね、育成が追いつかなければオーダーで使うこともできないんで、まあそこは課金できる方はある程度ね、優先順位っていうところは上に上げてもいいのかなっていうふうには個人的に思ってます。はい。で、続いて無課金勢に向けてのお話なんですけれども、基本的にやっぱり無課金だとエナジーはガチャに使いたいですよね。ってなると、やっぱり試合に関しては自然回復で行うのが、当然になるかなと思います。僕自身も基本的に無課金アカウントは、試合にエナジー使うことはありません。で、まあさっき V ロード全敗っていう話をね、課金勢向けのところでお話をしたんですけど、やっぱり無課金にとって V ロードは貴重なエナジーの回収どころなので、この全敗作戦というところは NG になります。で、かつ A ランクとか B ランクとかっていうところに関しても貴重な特訓素材ですよね。なので、ストック経験値に変えるっていうのも個人的にはあんまりおすすめはしません。じゃあ無課金どうすりゃいいのよって話になると思うんですけど、やっぱり一番は試合系イベントが来た時に本気を出すことが一番かなと思います。具体的に言うと、プロスピフェスタ、ルーレットヒッター、プロスピマーケット等々のね、イベントが挙げられるんですけれども、エナジー効率的に一番いいのはプロスピフェスタになります。まあこのフェスタっていうところもめっちゃ頻繁に来るわけではなくて、まあかなりいいスパンでも2ヶ月1回3ヶ月1回とかっていう頻度なので、まあなかなかねきついところあるんですけど、あとはスタミナ2分の1が来た時に V ロードを周回しまくる、ここが、ベストになるかなっていうふうには思います。まああとはもうね、正直日々の自然回復をできる限りきっちりきっちりやることが一番になります。僕自身もね、この無課金アカウントってどうしても自然回復ねやりきれなかったり、スタミナ漏らしてしまったりすること非常に多いんですけど、ただ無課金でね本当に覇王を維持できてたり、上位に行ってる方の経験談的にも、やっぱりこの自然回復をねきっちりやってる方がトップにね、行ってる印象やっぱりあるので、まあ、本当に基礎中の基礎ではありますが、ここは一番かなっていうふうには思います。まああとは無課金目線でちょっと言わせてもらうと、やっぱりもう少し試合系イベントを多くしてほしいですよね。今日からのイベントでもクイズスタジアムミニみたいなの来てましたけど、まあ1ヶ月に2回ぐらい試合系イベント来てもいいよなっていうのは思います。だいたい1ヶ月に1回ぐらいね、まあそのプロスフェスタ、ルーレットヒッター、プロスマーケットとかから1個が来るパターンはあるんですけど、平均取ったら月に1回あるかないかぐらいになってると思うんで、まあここはやっぱり多くしてほしいかなっていうふうには思います。個人的にそうすることで、またさらにリアタイをね頑張ろうっていうユーザーとかも増えてきたりとか、リーグオーダーもねもっと強くしたいっていう思う方多くなる気がするんですよね。なんでまあここはぜひともちょっとね増やしてほしいなっていうのが個人的な願望でございました。はい、ということでございまして、大変お待たせいたしました。ここからですね、ガチオーダー公開やっていきたいと思うんですけれども、まあ冒頭にもね言った通り、ついにスピリッツ8万突破することに成功いたしました。まあ約2週間前の動画でもね、ガチオーダーの公開というところをシリーズ1入って一発目という形でやったと思うんですけど、その時にスピリッツ7万9000突破しましたっていうね、報告させてもらっていたんですが、まあ、そこからさらにね育成だったり、補強だったりっていうところを、進めまして、大台に乗せることに、成功いたしました。で、まず野手から見ていきたいと思うんですけど、野手だけでも5人のね大幅入れ替えがありまして、入れ替わってるところで言ったら、センターの丸選手、あとはファーストの岡本選手、あとは、ロッテ田村選手、そして広島相澤選手からの、阪神バース選手ですね。ここはリアタイとかでずっと使ってたところだったんですけど、リーグオーダーの方にも入れたという感じになってます。まあここに関してはちょっとね、ベンチ枠の部分でスピリッツを重視するがゆえに、キャッチャーが3人体制になったんですよね。森選手、田村選手、相澤選手というところで、ちょっとポジションの偏りがひどいなっていうふうには思ってるんですけど、まあここに関しては多分 TS 次第でまたね、すぐ入れ替えがありそうなので、まあ一旦はこの体制で行こうかなという感じです。ただコンボの部分ではしっかり超大胆不敵と超シュート精密、パワー型ミート型のコンボそれぞれ余裕を持ってしっかりねクリアできているので、かつ超重量打線、そして超安打製造機っていう能力重視のねコンボに関してもしっかり出せてるので、まあここに関してはね、ちょっとベンチワークの能力見劣りする部分は当然出てきちゃうとは思うんですけど、まあ全然コンボ的にも影響ないですし、スピリッツ重視でここはいいかなというふうに思っています。で、続いて投手陣なんですけれども、投手陣に関してはね、3
3400の極みっていうところ4人投入で入れ替えになりました。それが中継ぎの森優斗選手、そして、ロッテの増田選手、あとは、DeNA 石田健太選手からの、三島選手ですね。はい、このコンビも投入いたしました。まあこの投手陣に関しても正直エース枠の追加っていうところがまだ来ていないっていうところと、あとはタイムスリップで、第1チャンでいけない強い投手がね登場する可能性もありますので、まあそういったところではまた大きく変わってくるかなというふうには感じてます。まあどちらかというと投手の方がまだ伸びしろありますかね。3200の選手が2人入っていたりとか、あとは能力の部分でもこの辺の選手たちに関してはもっともっと高い選手今後ね入れ替えてくる可能性は当然あります。ただやっぱり存在的にはこの中日の大野選手、侍ジャパンの中日大野選手と、あとは岸選手ですね、先発に持っていったんですけど、ここも中継ぎの適性があったりとかっていうところで、まあこの2人がオーダーにいてくれることは非常に、まあいろんなバリエーションでねオーダーが組めるので本当に大きな存在だなというふうに感じています。あと今現段階で言うと西武の増田選手ですね、今ちょっと A ランクから1から育ててるのでなかなかね、ちょっと育成がまだ追いついてはいないんですけど、はい、ここですね、ここを投入する予定ではいます。ただここに関しても変化球の数がめちゃめちゃ多いっていうピッチャーではないので、超変幻自在のコンボとかも今結構キワいので、まあオーダーバランス見つつ投入するかどうか決めるっていう感じでいきたいなと思ってます。でまああと現段階での課題点ですねっていうところで言えば、阪神の3400っていうところが不在なことかな。他球団に関しては大体どこの球団も3300の選手を最低ライン持ってるんですけど、阪神だけ3300すら取れてないっていう状況なんで、まあ、前回の紹介動画では阪神藤浪選手を使ってたと思うんですけど、今回の紹介動画では、バース選手を使っているっていう状況になってます。でまあ今ね阪神の選手というところでは結構実は取れてはいるんですよ。シリーズ1でも結構取れてはいるんですが、ただ個人的に一番欲しいのはここなんですよね。はい、特殊で守備 A も狙える大山選手、ここが本当に今現状めちゃめちゃ欲しいです。まあもしくはタイムスリップで強い選手が第1弾で阪神で出てきたら、まあそこを全力狙いするか、まあもしくは奥の手としてはこの島本選手ですかね。はい、ここに限界突破コーチをぶち込んでいくかとかっていうところもまあまあ選択肢ではあるかなっていうふうに感じております。まあこの島本選手に関してはねちょっとネタバレになっちゃいますが、先日コラボさせていただいた里崎さんにね、ヒートアップスカウトの方で引いていただいたので、まあちょっと思い入れなんかもねあるところでありますが、まあちょっと A ランクとかもまだまだ育成が進んでないっていうところでオーダーに入ってません。まああと梅野選手もそうなんですよね。梅野選手もパワー型、まあ、かつ全道地なんかも狙えたりっていうところではオーダーに入れるのも全然ありかなっていうふうには思ってるんですけど、ただ実はここも A ランクまだまだ育成が必要っていうところでちょっとオーダーにすぐには入ってきてないっていう感じです。まああと前回のね動画でちょっと言い忘れてたところでコンボ上昇量ですね。はい、ここに関して今9250っていう数値になってます。でここに関しては今特殊能力レベルがまだ255っていう数値で、まあこれが360までいくとですね結構またさらに上がるんじゃないかなと思ってます。で特殊能力に関しても、まあ、試練の方で、アイテムの方はね結構ガッツリと集めておりまして、今こんな感じの所持状況になってるんですが、多分ね360届く数値集まってるんですよね。多分集まっていると思うんですけど、まだまだちょっとオーダーの入れ替えが本当に激しいので、とりあえずタイムスリップ第1弾のラインナップを見てからこの特殊能力っていうところに関してはガッツリと上げていこうかなと思ってます。まあ本当はコイン2分の1が次来るかなとか思ってたんでそこまで待とうと思ってたんですけど、まあここに関してはちょっとタイムスリップ第1弾次第で360に A キー持っていくかどうか決めたいなというふうに思ってます。まあそこが本当に最後ね多分360まで持っていければもう本当に覇王トップナンバーワン金枠っていうところにもまたねちょっと近づけるんじゃないかなと思ってるので、まあ引き続きねここに関しては頑張ってやっていきたいなというふうに思ってます。はい、というわけでございまして今回はガチョウ大紹介&育成方法の解説をねやっていたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、何度も動画内でもねお話しさせてもらってますが、今経験値 1.8倍かつ得意 1.5倍というところでかなり育成のねしやすいタイミングになっていると思いますので、ぜひこのタイミングでね育成がっつりとやってオーダーの方をね強化して一緒に楽しんでいきましょう。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひご覧いただければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローよろしくお願いいたします。まあ、ぜひともね少しでも参考になってたら高評価押していただけると僕のモチベーションになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。